渋谷パルコに期間限定オープンするマイメロディーカフェに行ってきました。マイメロディーカフェは前回キキララカフェをやったザ・ゲストカフェ&ディナーっていうお店で、渋谷パルコパート1、7階で開催されるんですけれども、前回のキキララカフェはもうすごい人気で話題になって3時間待ちだったんですよ。でもこのマイメロディーはサンリオのキャラクター大賞っていうランキングでキキララよりも上位のキャラクターなので、さらに混雑が予想されてて、多分5時間待ちぐらいになるんじゃないかなってスタッフさんも言ってました。中に入るとすごいの、だいたいこういうのってなんかフォトスポットってさ、顔はめて写真撮ったり大きい人形があったりっていうのがあるんだけど、今回すごくって、なんかこの期間限定カフェのために作ったマイメロディーの被り物、超大きいふわふわの被り物があって、それを被って撮影できるのね。だからヘアスタイルはその被り物が被れるように、なんか下ろしたヘアスタイルとかで行くのがいいと思います。メニューの方もかなりかなりかなり凝ってて、今回のオリジナルフードを頼むとランチマットがもらえて、ドリンクを頼むとコースターが5種類ある中のどれか1枚をもらえるんですね。だから全部集めるにはいっぱい飲むか5回通うかしないといけないんですよ。大変だけどファンの方は多分やると思います、これ普通に。メニューの方はもうどれもすごい可愛くって、いろんなところにマイメロディーがねいるんだけど、中でも私がおすすめなのはカレーですね。マイメロディーのココナッツレッドカレーってやつで、これマイメロディーの耳がナンになってて、でちょっと浮いてる感じになってるんだけど、その下ねめくるとお肉が入ってるらしいです。これはかなりインパクトあるよね。あとデザートでいいなって思ったのが、花咲く森のポップコーンストロベリーパフェってやつで、これかなり可愛いよね。あと少しでもいろいろお土産が欲しいなって方におすすめなのが、サンライズエッグベネディクトビシソワーズ付きっていうのと、デザートは森のマイメロディークレープ狼が狙ってるよっていうこの2つがですね、あのマイメロちゃんのマグカップがついてて、でこのマグカップちゃんとお土産用に新しいやつをプレゼントしてくれるってことなんで、かなりいいんじゃないかなって思います。だいたいこういうキャラクターとコラボのカフェって、ほんと見た目だけこだわってて味は普通とかそういうところが意外と多いんだけど、でもね、ここは本当にシェフが味にこだわってるので、どれを食べてもマジで美味しいです。だから4人とか大人数で行って、みんなでシェアしていろんなものを食べて、ぜひね、その味を楽しんでほしいなって思います。あと、カフェ限定のグッズもいろいろ販売されてて、もうね、どれもどれも可愛いんだけど、とりあえずね、なんかお土産として安いの1個欲しいなって方には、トートバッグか、ガチャガチャがあるんで、そのどっちかやるといいかなって思います。あと食べ物だとロールケーキのお土産もあるので、それもいいかなって思います。で、今回すごいのが人気デザイナーやイラストレーターとコラボしたギズモビーズが先行販売されてるんですね。私ね、関谷ゆりえさんのやつが結構気になってます。はい、こんな感じでマイメロカフェの内覧会とレセプションパーティーにお邪魔してきたんですけど、いやーほんとパーティーもね、なんかね、12歳の子供の DJ がいたりしてすっごい面白かったです。このマイメロディカフェは7月18日から8月31日までです。かなり並ぶと思いますが、皆さんぜひ行ってみてください。今回一緒に連れてってくださったストリートガールズスナップさんのリンク下に貼っときます。こっちの方で取材のレポとか、あとスナップとか載ってるので、ぜひチェックしてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひお願いします。バイバイ。